よう。やっほー。なんか髪結んでるのやだ。おはようございます。本日はお話し会です。朝です。朝です。おはよう。よく眠れましたか？髪がまだボサボサなんですけど、気にしないで。これは会場に着いてからなんとかするから。おはようよう。せっか長男さん、ありがとうございます。ツイートしとこう。ツイートしときます。今日は祝日だね。はい、ツイートしました。ツイートしましたわ。今日はそんなにはできないんですけど、よう35分、間に合うかな。35分くらいに終わります。いつもはね、あ、テロップも入れとこう。今日は特別バージョン。恒例の月曜日を応援したいではなく、今日は祝日なので、髪がボサボサで嫌だ。髪がボサボサだ。髪はボサボサだ。いやいやいや、楽しみましょう。今日は海の日だね。どうしようかな。今日はお話し会で浴衣を着ます。浴衣を着ます。浴衣を着れるか不安です。ちょっとさ、25分ぐらいになったら私は浴衣の着方を検索します。浴衣の着方を検索しとこう。着れるかな。感覚で着れるかな。昨日はもうね、布団に入って5秒後ぐらいからもう記憶がない。それぐらい熟睡してた。なんか不思議な感覚。お話し会の前にさ、配信するってさ、初めてじゃないかな。
1時間目からなので。あったっけ、これまで。なんかもうどの髪型をしてもしっくりこないんだけど、どうしよう。どうしよう、どの髪型をしてももうなんかしっくりこないで、しっくりこないな。おはよう、どうも、どうもどうも。今日はいかがお過ごしの予定ですか。疲れさん、ありがとう、ギフトありがとうございます。やっさん、ありがとう。疲れさん、カニありがとうございます。そう、お話し会とかの時はメイクさんいらっしゃらないですね。でもその前回のリアルお話し会の時とか、浴衣をお借りするとかいう時だったら来てくださいます。金来さん、雄一郎さん、ありがとうございます。ありがとう。え、私はちょっと朝ごはんを食べるんです。今ちょっと継ぎ分けてる。え、賞味期限とかさ、待って、スプーン、私のスプーン。よし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 。こちら。なんかすごい綺麗に継ぎ分けたかったのに、なんかあんまり綺麗じゃなくなっちゃった。あんまりちょっと綺麗じゃなくなっちゃった。綺麗じゃなくなっちゃった。あんま見せない感じでいこう。こちら、昨日一晩寝かせた、昨日作って一晩寝かせたチェです。チェです。こちらちょっと凍らせてた、起きてから冷凍庫に入れてた。チェ、うん。うまっ、おいしい。やっぱり冷たいのが最高、冷たいのが最高。あ、ギリ綺麗に襲ってた。それは良かった。そう言っていただけるなら良かった。髪の毛が嫌な人。それは良かった。マッツさん、ペンギンありがとうございます。ペンギンありがとう。ハリガペンギン。トラさん、うま。めっちゃ可愛い、ありがとうございます。ありがとう。今から朝ごはん食べる、いいね。何食べるの。こいさん、とらさん、かずささん、うま、うま。せっかちゃうなさん、ありがとうございます。うまし。山井さんもありがとう。そう、おいしい。起きたら配信してたって。おはよう。
はようございます。月曜日です。おいしい。なんか悔しいから白桃ゼリー食べるって。食べな。すごい対抗意識。ごめんね、私だけうまうま言って食べちゃって。浴衣着付け。あ、すごい。今時はショート動画で教えてもらえるの嬉しいね。音量が出ないか。ショート動画今見てる。くるぶしの高さに合わせておへその位置で結んで、おはしょりを整えて。何、襟みぞおちで腰ひも。長さを残して半、あ、そんな決まりあるんだ。一周巻いてギュッと結んで。へえ。あ、でも大丈夫。帯はね、なんか簡易的にもうすでに作られてるやつ、簡易的なやつ。おお、なるほどね。ほうほうほう。一人で切れますって今ちょっとそれが不安なの。なるほど。おはしょりをきれいに整えるのが難しいよね。よし、予習終わった。予習終わり。そう、大阪のお話し会の時は着させていただきましたね。ツーショットお願いしますって撮りましょうね。楽しみにしてて。ツーショット名生活さん、めっちゃ可愛い。ありがとう、ありがとう。朝からありがとう。TM マンさんもありがとう。そうね、今日も暑いっぽいよね。あ、予習3分間だった。いいじゃん、優秀じゃん。道さんレーンの横から浴衣さやかり見てたよって話しに来てよ。じゃあ次は話しに来てくださるの待ってます。待っておりますわ。生きる気がする。謎の余裕。これで切れなかったら。ちょっとわめきます。わめいて
助けてもらおう人任せいやでも大丈夫大丈夫。なんかね、去年の話し会の時もオンラインの時も自分で来たので、なんだかんだいけるのでは。まあファイト、キータさんファイト、ありがとうございます。山井さんありがとう。初見です、ありがとうございます。ありがとう。おはようございます、ハードさやかです、よろしくお願いします通常バージョン。うまうま。せめてあんしてって嫌だよ嫌だよ私のさやかのフルーチェあげないちょっとわからんわからん、なんかテンションがおかしいかもしれん。陣内さん、ティユーマさん、ありがとうございます、ありがとうございます昨日のテンションのまま、本当麦坂さんのツアー、夏のツアー、全国ツアー行って、その余韻のまま寝て、そのままテンションが保存されたんかもしれん。ツナさんいいねっていいのよくわからん、よくわからんキャラいいの。おはよう。せめて自分にあんしてあげてください見たことないんだけど。見たことないよ自分にあんし、いやーやばい人じゃん、やばい人じゃんこれ。いるのかな。あでもなんかさ、いそうじゃない。いないな。いなかった。麦坂さんは久保しおりさんと伊藤リリアさん推しです。もうこうちょっとさっき冷凍庫から出した時はちょっとだけ外側の方とかこう凍ってたっぽかったけど、もう溶けちゃった。暑いのかな今日は。暑いよね。乃木坂さん効果で巣に戻ってるよ。だっていやちょっときついな、ちょっと朝からちょっとアイドルモードはちょっときついかもしれん。どうしよう。山井さん涼しい、ありがとう。朝からアイドルモードはちょっときついな。マッツさんありがとうございます、ありがとうございます。お薬、トラさん結婚はちょっと朝なんで。
31分。じゃあそろそろかな。あっという間だったね。ちょっとだったけど、ありがとう。朝から話してくれてありがとう。今日楽しみましょう、一緒に。オンラインサイン会もこのルームでお昼15時40分、合ってるかな、時間ほどにありますので、そちらもよろしくお願いします。その時はもうすでに浴衣をバッチリ着て、髪型もバッチリ整えてるはずなので、よろです、よろしくです。じゃあみんな今日は溶けないように、溶けないように気をつけつつ、気をつけつつ、あ、ダメだ、声が出ない、朝だから声が出ない。アイドルモードに変換しようと思ったんですけど、ちょっとまだ朝なので調子が出なかったですけど、うん、きっと昼のサイン会あたりぐらいになったら完全に入れてるはずです入れてるはずですっていう言い方もおかしいなということで楽しみましょう。ありがとう。じゃあね、またね。ということで、ダンジョンを読ませていただこうと思います。ドドドン。13位、フェリスさん、ありがとうございます。12位、キングシュリークさん、ありがとうございます。11位、 TM マンさん、ありがとうございます。10位、イギータさん、ありがとうございます。9位、ヤマイさん、ありがとうございます。8位、トラさん、ありがとうございます。7位、もやし生活さん、ありがとうございます。6位、ツナさん、ありがとうございます。5位、末っ子長男さん、ありがとうございます。4位、カズサさん、ありがとうございます。3位、お疲れさん、ありがとうございます。2位、翔一さん、ありがとうございます。そして1位、マッチさんです、ありがとうございました。パチ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 、お話し会楽しみましょう。今日表記人月記事の方はおかかごはんさんです、おめでとうございます。パチパチパチ、ありがとう、見てくださった皆さんに。パチ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 ってことで、じゃあお35分だ、じゃあね行ってきます、私行ってきます。またお話し会で今日話してくださる方お待ちしてます。今日来られない方はメールとか夕方送るので待っててください。今日楽しみましょう。バイバーイ。行ってきまーす。またねー。ありがとうございました。バイバイ。